はい。ということで、おはようございます。バシャークです。えー、バチバチの当日収録でございます。ただいま、こちらは朝5時半というところで、えー、なかなかギリギリの時間に自分も更新してるなと思いつつ、えー、というのがですね、私、あの、日本に帰国してからですね、まあ、そのまま家に帰らずですね、ちょっと東京にしばらく滞在しておりました。あの、いつもの、えー、外国人向けの 浅草にあるホステルの方に行ってまして、えー、日本に帰ってきたのに、なぜか英語でまた喋り続けるという、なんかそんなですね、えー、生活をちょっとしばらくしていました。というのがですね、まあ、あの、すでにご覧になられた方いらっしゃるかと思いますが、ちょっとあの、矢沢さんの方にちょっとお土産を持っていったりとか、それからあの、普段、BSM、えー、BS backspace.fm の、まあ、会員サイトですね、の方でこう、お世話になっている皆さん向けに、えー、ちょっとお土産を矢木さんと、 一緒に買いまして、そちらをちょっとですね、あの代表して上村食堂の健太さんの方にちょっとお渡しに行ったというところでございましたと。はい、まあそんなことで、まあお土産暗行じゃないんですけども、そんなことをしつつ一日を過ごし、そのまま実は週末に東京で仕事があったので、東京に引き続き泊まって、ようやく土曜日かなに帰ってきて、今日曜日の朝と。 いうところでございます。はい。ということで、そんなわけの当日収録となっております。さて、えー、昨日までの更新、インド編いかがだったでしょうか楽しんでいただけましたでしょうかまあちょっとね、いろいろと、えー、特に常さんの方にはトラブルが多かったんじゃないかなと、あの、今でも思っておりますが、一旦とりあえず全員無事に帰ってこれたことはよしとしましょう。まあちょっと常さんにおいてはね、兵隊出費が多くなってしまったんじゃないかなと。あと、 なんだかんだだか全員、実はインドの洗礼を受けているということで、まあ、常さんが一番大変だったかな、なんか、お家に帰って発熱されて、えー、ずっとトイレとあの仲良くしているというような、あのまり、あ、笑い事じゃないですけど、まあ、そんな僕もですねあの、日本に帰ってきてですねあの、ラーメンを食べたらですね、お腹を下したというところで、あの多分しばらく日本食のガッツリとしたカロリーの高いものを食べてなかった影響で、それでちょっと、そこからちょっと胃の調子がおかしいと。 いうようよなところですがまあまあ別にお腹の調子が悪いぐらいでそれ以外の体調の変化はないんでまあ徐々にちょっと日本に慣れていければなというふうに思いますあのマイケルさんが一番すごいですよねあの2日後かな2日後か3日後ぐらいに台湾に行く予定があったってことだったのであのすぐえっ、ー、と下痢止め剤みたいなもので飲んで <laughs> あの止めてから行ったということで、えー、かなりタフな、えー、彼が一番 あの旅と英語をやってるんじゃないかって思うぐらい、えー、皆さんタフで,で、柳下さんも柳下さんでね、えー、お腹の状況悪いようでしたけれども、あの家に帰られて、昨日、おとといなんか現像ライブかな、をやられていたと思いますが、はい、そんな感じで全員とりあえず問題なく無事帰ってこれたというところでございます。まあ、あの、最後の最後の反省点としてはですね、僕の情報共有ちゃんとしておけばよかったなと思ったんですけど、 あの、インドの空港だとですね、あの電子機器の類はですね、基本的に全部出してくださいということをですね、あの、しっかり言っておくべきだったというふうなことを実は思っておりまして、まあ、これはあの、インドの空港のですね、そのセキュリティゲートですね、出国する直前のセキュリティゲートのところですよね、荷物制査さんのところの、まあ、電光掲示板のところにこう、注意が出てくるんですけれども、まあ、これはまあ、国際線ではよくある話で、あの、全部出してね、と。はい。まあ、国際線の場合は特にあの、荷物の制限が厳しいので、 はい。そういうこともあってですね、セキュリティゲートでチェックされることはあるんですけども、まあ、その時に例えばケーブルの類とか、はい。全部出してね、ということで、まあ、特にあの皆さん引っかかってたのが、このオズモポケット3ですよね。あの形状見たことないタイプのカメラなので、ちょっとやっぱ怪しまれることが多かったな。僕はなんか最初からこれを全部出した状態で行ったんですよね。まあ、そしたら特になんか、あの特に怪しまれることもなかったんですけども、これが例えばバッグの中に入ってたら、えー、これはなんだ、なんか隠してるぞ、みたいな感じのことを思われて、 ちょっと一旦お前の荷物全部チェックさせろというような感じで、えっと、僕以外のお三方全員が捕まっていたように思います。はい。まあ、マイケルさんに至ってはね、あの、そもそもあの、荷物全部大きなバックパックにしまった状態で出しちゃったってことがあったので、まあその影響もあってか、あ止められていたようですけれども、はい。まあそこでちょっとね、えー、また、つ、え、ね、ー、さんの方に色々トラブルがありましたので、えー、詳しくは常さんのチャンネルをご覧いただければいいなと。 いうふうに思っております。はい。さて、えー、最後にですね、最後にですね、うんまあ、なんか今回の旅の総括というか、じゃあ、あの、僕がもともと打ち立てた旅の目標みたいなのを達成できたのかどうか問題と、ちょっとそれについて、あの、実は週末、あの、会社の人と、あの、写真好きな人が実はいるんですね、僕の会社。はい。あの、先日、さまた里さんにインタビューさせていただいたと思うんですけれども、そのさまたあさんと学生時代からの、えっと、友達と、 ということで、芸術に造形の深い、実はメンバーが僕の会社にいますと。で、彼は結構写真を昔から、まあ僕より多少全然上ですし、それからまあずっとフィルムをやっていたということもあって、かなり芸術に造形が深いですし、まあどちらかというと昔のその写真文化みたいなものっていうのはですね、割と大事にしたがる人なので、まあそれについてちょっとなんか激論ではないんですけれども、 え、現代の写真の撮り方についていろいろ実は酒を交えながらいろいろ喋っていたというところなんで、ね、まあそこでちょっとなんか、まあ確かにそうだなというふうに思うことがあったので、それについてちょっとお話しできればなというふうに思います。はい。で、まあことの発端はですね、結局僕が今回のインド旅で最初に打ち立てた目標としては、え、インドの、特にムンバイの人の今、現地人の方を、まあ少年から撮るというふうなことを目標に、え、今回この、こちらですね、はい、サイスのシーゾナーと呼ばれるレンズ、はい。 こちらを、えー、メインとして、今回もこれ1本でですね、はい、取っていきました。このやっぱレンズ1本だっていうのは、やはりカズエンドさんであったりとか、それから、まあ、以前あの古典にお邪魔させていただいた時に、えー、渡辺里さんの方からアドバイスいただいた通り、やはり今回は1本で。えー、一応スチールは、えー、何らかの持ってってはいったんですけれども、まあ指ぐらいな感じで、えー、結局はこの 50mm1 本で。 今回旅を全部撮っていきました。やっぱりこう一本で撮ることによってなんかこうストーリーが出るというところを重視したいなというふうに思っていたので、撮り続けましたと。で、結果的には大成功というところですね。まあというのはやはりこう、まあ矢沢さんのチャンネルの方でも少し話したんですけれども、あのインドの方っていうのは特にやっぱ写真が好きだと。写真に撮られることがあまり抵抗がないというところで、カメラを向けたらですね、みんな結構ニコッと笑ってくれると。 はい。あの、別に話しかけることもなく逆に写真を撮ってくれよと。えー、なんかそんなことを、えー、言っていただけるような国民性だということで、まあ、写真がエンターテイメントになっているというところで、まあ、日本とは真逆ですよね。今となってはというところです。別に日本で写真がエンターテイメントになってないという意味ではなくて、あの、写真、まあ、いわゆるそのカメラ、写真をやってない方にとっても、 写真撮られることがすごく楽しい、嬉しいみたいなものになっているというところで、まあ、価値観がだいぶ違うなというようなことを全体的に感じておりましたと。はい。で、その中でですね、まあ、いわゆるその僕が撮った写真っていうのはまポートレートではあるんですけども、いわゆるストリートスナップに分類されるものだと思います。はい。まあ、撮った場所にやっぱストリートっいうことがあって、まあ、その中で人を真正面から撮るっていうようなポートレートを撮ってたわけですから、いわゆるまあストリートスナップに分類されるものだろうと。 いうふうふにに考えた時にそのちょうど会社の写真好きの、はい、私の同僚というか、まあ、あのうちの経営人の人間とちょっと喋ってた時に、まあ、いわゆるそのストリートスナップっていうのはあのそもそも撮っていいですかみたいなことを、まあ、言わないだろうと、はい、それは果たしてストリートスナップなのかというようなことの話になりました。 そうなんですね。まあ確かにこちらがですね、やっぱりこう昔、まあマグナムの写真家たちもですね、日本ではそういうふうにストリースタンプを撮るのでですね。素晴らしい場所だっていうふうに絶賛されるぐらいにはですね、いいとこだったのに、現代の日本では、やはりこう、ね、著作権の問題というか、肖像権の問題かな。肖像権の問題とかで、個人情報保護の問題とかで、なかなかそういったストリートスタップが撮れないと。で、僕はなんかあえてこう、自分はその日本の中で写真、まあこの1年ぐらいかな、特に、 えー、しっかり撮っていく中であの、まあ、主に日本に来てる海外の観光客の方に向けて話しかけて真、えーまあ、正面から撮らせてもらうみたいな写真スタイルを結構やっておりましたと、えー、そんな中で、えー、インドに行ったわけなので、まあ、その手法を貫いて、まあ、僕ならではというか、はい、の撮り方としてこう話しかけて許可を取って写真を撮らせてもらうで真、まあ、正面からしっかりとしたものを撮ると、えー、いうようなことをやっておりました。 で、まあ、ストリッス,スナッパーだから結局、そういうふうに許可取りは本来必要なものというか、許可取りをするようなものじゃないっていうのが、やっぱポイントなんですね。これもうインドのこういった、いわゆるその写真を撮る方において、例えば全くその現地人と会話せずに、えー、真っ正面から、うん、まあなんか、真っ正面とかに行こうって笑ってもらうような写真を撮ってない。まあ、逆に言うと、その目線を外したあのかっこいい写真を撮られているっていうような写真集も、 存在します。はい。存在すると思います。で、僕は、まあ、今回の写真について、まあ、それがなんかストイートスナップは結局なんかね、あの話しかけて許可取りをする、えー、許可取りをしないものがストイートスナップであって、僕がやってたのはストイートスナップじゃないとも別に思わないですし、別にいいじゃんとも思わないですが、まあ、一つ思ったこととしては、あのー、まあ、型ですよね。いわゆる型みたいなものにあんまり,あんまりこだわりたくないというか、 えー、逆に言うとこの僕の行動は時代を反映した写真の撮り方としてある意味一個、えー、後世に、えーまあ、史実として残っていくと面白いものなのかなというふうに個人的には考えているわけですね。あのどういうことかというとですね、まあ、要は、えー、日本の写真文化もしくはまあ世界的にもう今いわゆるその肖像権とか個人情報というのが強く叫ばれていると、まあ、特に AI の観点でいけば特にその。 個人情報っていう部分ですね。これが AI に学習のデータとして使われるかもしれないみたいなことを考えて、世界的にやはりこう写真が撮りづらくなっている環境っていうのが現代にあるかと思います。はい。まあ、ここで、あの、まあ、正直、あの、嘆きたくなるところではあるんですけども、まあ、一旦それは置いて、置いて。 はい。まあ、それを、えっ、ー、と、その時代において、じゃあどういう写真を撮り方をするかっていう、まあこの時代はそういえばこういうふうに写真を撮ってたよねっていうような写真が残っていくこともまたありなんじゃないかなと。はい。まあそれが、その、例えばストリートスナップを撮っていく人たちにとって、いやもうそんななんか曲踊りをわざわざするのでストリートスナップじゃないとも言いたくなるの気持ちも大いにわかりますし、一方で僕の今回のこの行動が、 例えば、10年後、20年後、下手したら100年後とかいう写真が続く中において、ああ、この時代は AI 全盛期で、AI の流星期で、例えば写真を撮るにも許可を取らないと、ストリートスナップすらまともに撮れなかったんだな。だからめちゃくちゃ、逆に言うと許可取りをした写真はめちゃくちゃ笑顔の写真、インドの写真も笑顔の写真があったんだな、みたいな。もしくはこんな時代においても、インドにおいては、えー、気軽に写真を撮れて、真正面から笑顔の写真みたいなものがあったんだ。 っていうふうなものが残せていると、あの将来的にその写真を見返したときに、あ、この時代はこういう写真の撮り方だったよね。みたいな。これがわかんないですよね。まあ、例えばまた十数年来たときに、いやいや、ストリートスナップにはわざわざ許可取りなんていらないでしょ。みたいなものが、世の中にまた反映されてというか、反映じゃないですね。再学習ともでも言う,うべきなんでしょうか。再反映されていくと、えー、また昔の、えー、写真スタイルの回帰。 が起きて我々の知っているようなストリートスナップのかっこいい写真っていうのがまた多く生まれていく。まもしくは逆に言うとこんな時代だからこそ昔ながらのストリートスナップを撮り続けている写真家さんにすごく価値が出てくる。ま例えば中富士さんですよね。はい。まあ、そういった方の写真により一層価値が出てくるんじゃないかと。 はい。そんなことを思っておりました。だから、あの、すべての写真をね、まあ、写真を撮ること自体は別になんか否定されるものじゃなくて、撮った結果、こういう写真が増えたよねっていう、まあ、分布じゃないですけれども、まあ、そういった制作意図みたいなものが残ってること自体が僕は個人的には興味深いと。はい。僕は自分の写真を割と、あの、史実で眺めたときに結構それはそれでいいんじゃないか。 っていう風に思ったりする派で、それがダメとも思わないですし、まあまあ、してや一個人の写真なので、その僕の一個人の写真、かつ、なんだったら、僕は今のところ怒られる要素が一個もないわけなんですよね。まあ、もちろん、その写真好きの人からしたら、これはストリートスナップじゃない、これをストリートスナップなんて言うなっていう風に思われる観点では怒られるんですけれども、あの、現代においては個人情報とか肖像権の問題で怒られる筋はないだろうという風なことを、まあ、この、心の中では思ったりするわけですよね。まあ、一方で ただ確かに、えー、なんか許可取りをするストリートスナップっていう文化もうん、なんか長い写真の歴史の中で今までそうやってスタイルが確立されていったものの中でいやこんな写真ばっかり撮ってた自分もちょっとあのうんまあどうなんだろうねって思うところももちろんあります。はい、なので、まあ、そういう写真が増えていく中で僕がこういった写真をたくさん撮ることによって逆に今ストリートスナップを主軸として戦っている写真家さんたちの価値 っていうのがより一層深まるからまあ別に何かいいんじゃないかそれはっていうふうなことをちょっと個人的には思った次第というところですねまあ要はその対比構造があることによって僕が好きな写真家さんたちがより一層価値が深まっていくんじゃないかなというふうに思ったところでございますはい。まあなんかそんな感じのあの長い目で見た時にはそういう写真の史実が残っているって ということを踏まえた上ではまあ単純にあの真正面から取れている自分の個人的な目標っていうのを達成しましたし、まあ、それがねちょっと矢沢さんと喋ってる時とかあの僕の会社の同僚の人と喋ってる時に、えー、そもそもこの許可取りうんぬんの話ってどうなんだろうねっていう問題提起にもなったのでまあいろんな意味でいい 写真旅になったんじゃないかなと。はい。いうふうに思った次第です。はい。というところで、えー、間もなく15分も、えー、長々と、えー、ちなみに僕寝起きなので、よく寝起きでこんなにベラベラと喋ってるものだと思いますけれども、えー、以上が、えーまあ、簡単に、えー、インド旅の振り返りでございました。また、あの、別途、あの、1000万以上ありますので、どこかで、えと、ー、写真の玉下ろしをしていきたいと思いますが、ひとまず、インド旅最高でした。 Yeah, I start to clap, and I start to clap. Some feeling good.